非公遠藤渡る所属リバプールのダンス、まさかの練習に参加する気配ないらしい。ヘイデンダンスがリバプールのトレーニングに参加する気配なし。また怪我人増えたのか、ヨーロッパリーグに登録されてないからじゃないかな。もしかしたら彼は U21 でマンユーと対戦するかもしれない。彼はおそらく U21 に戻るでしょう。彼は学校にいます。現地に授業中だよ。彼は数学を専攻しています。学校の宿題をしなければならなかった。体育館でバスケットボールを楽しんでいます。彼は忙しい。学校に行きながらトレーニングを行う。そしてチェルシーを粉砕した。リバプールアカデミーの選手は優秀です。学校を休みません。学校は容赦ないから試験で交流しているはずだ。学校の先生が彼に与えた宿題は満身に勝つ方程式の問題です。